相応の場には相応の準備で臨まなくてはねその凛とした横顔いつまでも見ていられそうだ。 緊張感もたまにはいいね。この式典服に身を包むと、厳かで神秘的で、うん、たまらない気持ちになるよ式典の時の鏡の間、あの格調高い静寂といったら、この学園は隅々まで美しいね。ああ、準備に時間がかかってしまったね。しかし、副寮長としてビルの隣に立つんだ。 半端はできない。私も君に会いたいと思っていたところだ。奇遇だね。それとも運命かないつもと私の匂いが違うのがわかるかい今日は香水をつけているんだ。いい匂いだろ今の私はいつも以上に礼節を重んじるつもりさ。それでこそ際立つ美というものもあるのだよ。この服なら、 夜の闇に紛れるのもたやすそうだ。<laughs> 生まれながらに持っている美もあるけれど、努力でつかんだ美はとても力強い。そうだろ君、目元の化粧が少しかすれて、美しさを損なっているよ。よければ私が直してあげよう。おやおや、そんなにはしゃぐと服が乱れてしまうよ。 今はおとなしくしてくれたまえ。君にもっと似合うメイクをしてあげよう。君の瞳に似合う色は。